行くぞ。イエスサー。ところで見事な塗装だな。ああ、そろそろなんか楽しいお休みがいるよな。昔からイルカと泳いでみたかったんだ。いや、赤エイだな。赤エイがいい。冗談だろ、奴らはクロコダイルハンターを殺した。信用できない。却下。一回目の拒否権か。ならイルカだ。おい、マーカス、奴らも信用できないぞ。え、なんだ。ドキュメンタリーで見たんだ。殺人事件が相次いで、テーマパークがイルカに夜間カメラをつけた。すると朝にはイルカによる最高の殺人ビデオができてた。それシャチじゃないのか。イルカなの。ヒレ足、尾びれ、噴水口ありの。カカカカカ。そっちの調子はどう？そうだな、赤エイとシャチは却下された。イルカはまだ検討中だ。いやいやいや、却下だって。赤エイはダメ、クロコダイルハンターを殺した。頭が混乱してきたよ。何の話をしてるんだ。マイクロ波でのデータ送信に必要なアンテナの角度についてだ。助言いる？いや、いい。ここで待ってるよ。狭い場所とダサい制服は苦手なんだ。再起動まで3、2、1。侵入。いいぞ、次はタワーの上に登ってアンテナを WKC に向けてくれ。なんだって？冗談だよ、もうエレベーターが向かってる。サンキュー助手。飛行機から飛び降りたことはあるよな。墜落させたこともあるぞ。登山の経験は？もちろん。お牛と走ったことは？あるわけねえ。ほらやっぱりな、動物の何が気に入らないんだ。クソくらいだ。人間は全動物と戦争状態だ。奴らは人の上に立とうと進化し続けてる。情報は与えない方がいい。待てよ、子犬にもか？子犬は特にダメだ。
やつら人間社会に潜入してる。俺たちを調べてるんだ。そこまで言うなら子犬を飼わせてやるよ。マーカス頼む、俺に子犬を蹴るような真似をさせないでくれ。大丈夫そうだな。最後の調整を加えてできたぞ。良さそうね。上司と向かう。ビールも頼む。あらあら素敵な眺め。ああそうだな。飛べライトフット。さてさて、今からお楽しみだよ。きちんと設定したの？バカ、お前に聞かなくてもちゃんと分かってる。みんな静かにやるよ。ホームの CEO からサプライズの報告があるそうですね。サプライズだね。そうなんだ。我が社の最新デバイス、いよいよ発売となるホーム 2.0 だ。よし、やった。ボタン一つ押すだけで。あれってデッドセックのロゴね。しくそ。あの、ごめんなさい、あれについてコメントは。ナイス。止めるんだ。もういい、終わり、終わりだ。いいな。デジタル時代の市民たちよ、ようこそ。ホームは騙そうとした。家を監視するシステムを皆に呼びつけることでプライバシー、安全、利便性を保障したんだ。ホームは皆の生活を売る。実際は最高入札者に売り飛ばされるために月々の契約料を支払っているのも当然だ。目を覚ます時だ。自分を示す情報を取り戻すのだ。情報を制限できなければ誰かの手に渡るのだ。企業により優遇されることを祈るか、自分でその問題に対処していかなければならないのだ。デッドセックは真実のせいだ。行動を起こせ。スティーブン、してやられたな。だがうるぼれ野郎が約束したらな。しくじったな、スティーブン。最近失敗が多いじゃないか。それ君には手段を与えてやった。先手を打てる状況だったのに、よりにもよってテレビでこき下ろすとは。あの映像も細工されているんだろうな。奴らには近づくな。私が責任を持つ。君は私に手出ししたことを弁護士に謝るだけでいいんだ。大丈夫か？大丈夫だな。言いたまえ。それでいい。水を持ってこよう。マーカス、すぐに戻ってきて。どうした？よくないこと、急いで。よう、マーカス。フォロワーがホーム幹部のメールを入手した。興味あんだろ？ゴールデンゲートの破壊者は誰か。ネット上ではデッドセックのメンバーの仕業ではないかと噂されています。ブリッジの改装をどう考えるか、インバイトで知らせてください。皆様からのコメントを紹介します。
子供好きらしい法務社員の情報だ。まったく、独裁者は性犯罪者って決まってんの？法務を攻撃してよかった。で、こいつ何者？コール。名字はわからない。法務をハックした時に手に入れた従業員リストがあるはず。あった。コールレイング。証拠を手に入れる。法務がかくまってるやつを見つけてやる。